原曲器上目は、甲骨魚類の分類群の一つ。ニギス目、キュウリウオ目、サケ目及びカワカマス目の四目が含まれ、計十二か九十四属366種がところ、属する。原曲器上目は、小心骨悪にところ属する甲骨魚類のうち、ニギス目、キュウリウオ目、サケ目、カワカマス目の四目をまとめた一群である。1960年代後半に、 グリーンウッドラによって提唱され、小心骨悪の中で最も原始的なグループとして位置づけられている。原曲級アメの分類体系は極めて不安定で40年余りの間にその構成は何度も変更が加えられてきた。当初はサケモクの実が設置され、その内部に4ア目が含まれる構成であったが、ネルソンによりキュウリ給メ、カワカマスメが独立の目として扱われるようになった。 その後、2006年には9輪を目から2ギス目が分離され、現在の4輪の体型となっている。あるグループにおいて退化している形質が別の群では、特化しているなど、分類形質が複雑に入り乱れていることが、体型を不安定なものにしている一因と考えられている。近年は川かます目を本上目から除外する見解もあり、原曲器上目の存在基盤そのものが、 流動的である。原曲基調目はニギスメ、キュウリウオメ、サケメ及びカワカマスメの4目で構成され、合計12か94属366種が、ところ属する。キュウリウオメとニギスメはかつてサケメに含められていたが、ネルソンにより独立のメとされた。カワカマスカ魚類の化石イーサックス SP。本家は、白亜紀終盤に、来た。 アメリカで起きた大量絶滅を生き延びた一群と考えられている。ありがとうございます。